日本四国地方香川県三豊市竹磨町竹磨町は香川県三豊市に存在する地区。また、かつて香川県三豊郡にあった町。この記事では自治体時代の竹磨町、現在の三豊市竹磨地区の両方について記述する。瀬戸内海に突き出たような形の庄内半島を含む風光明媚な地域で、潮出山や浦島太郎伝説で知られている。また、 町内には、友人の淡島、獅子島、無人の丸山島を持つ。淡島、獅子島までは、須田港、宮之下港より連絡船が出ている。古くから製塩業が盛んであったが、臨海部の開発に取り組み、琢馬港を中心とした臨海工業ゾーンを創出している。一方、半島、島諸部では、従来の女中菊に代わり、 マーガレット等の柿園芸や自然と気候を生かした観光、レジャーに力を注いでいる。庄内半島を周回する海沿いの道路は眺めが素晴らしく、格好のドライブルートとして知られている。北西部に潮で山、妙見山をいただく庄内半島を持ち、西側は日打灘に面しており、北部には拓間湾を挟み合わ島、獅子島が浮かんでおり、その先には 微山瀬戸が広がっている。また、半島の付け根に当たる部分に高瀬川が流れて、瀬戸内海に注いでおり、川を挟んで西側には、町役場、学校など、東側には、宅間駅があり高瀬川の川口部を中心として、町の市街地がある。気候は、温暖、三死水明の恵まれた、自然環境に包まれている。現在の庄内地区は、 かつて、浦島と呼ばれていたことがあり、町内に、浦島太郎に由来する地名がいくつか存在する。また、三代目、浦島太郎が存在する。詳細は、浦島太郎香川県水戸吉拓間町の、浦島伝説を参照。町おこしの一環として、浦島太郎関連のモニュメントが数多く作られている。竜宮城や玉手箱を模した公衆トイレが存在する。 佐抜浜街道の三戸吉竹磨町、松崎三戸吉竹磨町竹馬は、街路灯が竜宮城を模したデザインになっている。三戸吉コミュニティバス停留所の標識で、竹馬町内にあるものは、竜宮城を模したプレートが採用されている。高瀬川に架かる、竹馬大橋においては、親柱が竜宮城と、浦島太郎像に、降欄には太郎が亀にまたがり竜宮城に向かう。 シーンがデザインされており、街路島は竜宮城を模したものとなっている。保育所幼稚園小学校、中学校高等専門学校病院高速道路、県道。ありがとうございます。